変だ大変だ大変だ大変だ、友達が来た。うぜえから、もう僕のお家に友達が来た。これは珍しいことだ。そりゃ来るよ、友達なんだもんな。だってなんて言った。何も言えてない。何も言えてない。そこに初めて座った友達、増田亮太だよ。本当に？そうだよ、2番目お前の彼女。マジで？うん。というわけでね、今日は増田と増田の彼女が遊びに来てます。はい。何やらね、ちょっと1ヶ月遅れなんですけど、誕生日にケーキを作ってくれたみたいなんで、そうね、いただきたいと思います。はい、というわけで東海オンエアの個人チャンネル、ブラボー亮のわさびるチャンネルへようこそ。ブラボー亮です。そして何よ、ごめんね、見たことないからわかんないんだけどさ、このチャンネルをね。いや、そんなことは気にしなくて、別にいつも通りのアナウンスにしてよ。プロルーミー選手です。増田二頭筋増腕なんてないから。ああ、いいよ、今日は別に時間使ってくれる。プロラグビー選手で上腕二頭筋。全然。何で言ってるじゃん。プロラグビー選手で上腕二頭筋。もうやらないといけない。プロラグビー選手で上腕二頭筋。はい、というわけで、あーケーキを早速いただきたいと思います。来ましたよ。増田の大好きな。増田の大好きな彼女が作ったケーキ。うるせえな、別に俺何回も作ってもらってるから今さらあれだよ。増田の大好きな、そんな大興奮しねえよ、別に。嬉しいけど興奮しないよ。ここ座ってていいよ。大興奮はしないよ、嬉しいよ。嬉しいでしょ。嬉しいよ。好きだもんね。別に今日は別に俺のためじゃないから、このケーキは。ああ、俺が作ってあげてって言って頼んで作ってもらった。優しい、ありがとうございます。じゃあ、早速見させていただきます。カメラに収めよう。いけ！ディン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 。かわいい。うろ、すごいじゃん、マスターの彼女。俺映さなくていいんだよ、別に。マスターの彼女すごい。今ここに俺関係ないもんね、別に。いや、マスターの彼女すごいじゃん。俺の彼女作ったケーキをリョークにあげてるってだけで俺は今関係ないから。いやすごいじゃん。ありがとう。関係ねえんだよ、俺は別に。いや、俺がありがとうじゃないけど、別に。すげえ。いいから、いいから、もう。ありがとね。いいから、もう。うぜえ、こいつ。こっちを映せよ、ケーキは。俺じゃねえんだよな。よし、食べましょう。うぅぅこれは8万いいね、これは。さすがに。もう一回もう一回。うわ、150万いいね、これは。こぼしないといけなかったか。あ、そう。うおい、600万いいですね、これは。うるせ。はい、というわけで、はい、切っていただきました。早速いただきます。これなんだろうね。増田は栗って言ってたけど、さすがに栗でしょ、これ。絶対違うよね、だって紫色だもん。もうさくらんぼなの。そうですね。おいしい。うん、うまい。うまっ。どうですか。おいしいよ。どうおいしいの。いや、どうおいしい。どうおいしいか目を見て言ってあげないと、やっぱ。おいしい。ありがとう。おいしい。は、何それ。マジで、もうね、何何何、本当にちょっと有名ってことは自覚してほしいよね、こいつ。こいつ大丈夫。誰が喜ぶんだよ、この姿を見て。増田は人気キャラクターだからね、やっぱ。人気で、いや、お前らが人気だけで、別に俺は人気じゃないから。人気キャラクターだよ。お前ツイッターフォロワー10万人いるんだよ。お前、フォロワー10万人いない YouTuber どんだけいると思ってんの。みんな行くんじゃないの、10万人。行かないから。行かないからね。いつも食べてんの、美味しいケーキを。いつもっていうことか、いつもでもないよ。うん、ただね、美味しいんですけど、お腹がいっぱいすぎるんだよ。絶対お腹がいっぱいすぎる。お前だろ。お前が焼肉を死ぬほど頼むからだろ。止めなかったじゃねえか。いや、お前が食べると思うやん。止めなかったじゃねえか。お前が食べると思って俺は止めないのに。お前普通の人だもん、意外と。そんなでかい体しておいて勘弁して。ちょっと誰か呼ばないと食べきれません。俺は明日からお出かけします。ケーキを全部食べないといけません。インドのカレーはマジでうまいんですね。
会うたら言わないで。ちょ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 、信じてくれないからじゃん。インドのカレーうまいよ。いや俺もインド料理屋で食べたことあるよ。ちょ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 、はいはいじゃあコンビニで売ってる一蘭のカップラーメンを食べて、俺も一蘭食ったことあるよって言っていい？それは違う。でしょ？違う違う、インド人が作ってるから、インドカレー。違う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 、インド人が作ってるインドカレーだから。岡崎の一蘭で一蘭を食べました。本店で食べたことないです。一蘭食べたことあります。インドでインドカレー食べたことはありません。日本に来てるインド料理屋でインド人のね、インドカレーを食べました。インドカレー食べたことあります。違う違う違う、そのさ、海外の一蘭で一蘭のラーメン食ってもさ、絶対日本で食う一蘭のがうまくないってあるよ。アメリカで食べる一蘭と日本で食べる一蘭はどっちがうまいのって話。はい、アメリカで食べる一蘭が再現できてないとは限らんよ。再現できて、でしょ。そういうことだよ、そういうことだよ。でしょ。だから俺らは知ってるから、再現できてないことが日本で、日本インド料理を再現できてないことは知ってるんだよ。俺は再現できてないんだ。全くね、ゼロ。え、まあ、0%。でもインドの屋台来てないよ。インド汚くない。それはインドはめっちゃいいよ。インドはいいんだよ。街並みは綺麗だし、うん、人も優しい。でも屋台は来てない。空気も美味しい。屋台は来てないでしょ。汚いよ。汚いよ。さ、汚いよね。マスダカップルはなんと年越しをインドで越すっていう変わった冒険をした人たちなんですけど。変わってないの別に。まあ変わってないかもしれない。世間的には変わってないかもしれない。いや、オーソドックスではない。俺の周りでインドで年越したカップルはお前だけだから。まあまあまあ、まあ、珍しいかもしれないよね。そうね、珍しいかもしれない。確かにね。向こうの現地の暮らしをしてきたんでしょ、割と。そうだね。それはお腹壊すやん、別に。いや、お腹壊さんやん、だから。壊すやん。いや、壊してないやん。別にシャワーだって普通に浴びたし。なんかシャワーお湯出ないんでしょ。お湯出ないよ。意味わかんないもん。お湯は出して。まあ確かに、お湯は出てほしかったよ。お湯はね。じゃあ、それだけ、それだけのみ。それ以外はもう神。インドは？インドはね、いい国だったよ。めっちゃ。ああ、そうなんだ。いい国だよ。え、いい国だよ。難しいね。何がね、嫌なのか分かんないもん。いや、嫌じゃないよ。その、うわーって思うところない。うわーっても思ってないやつ。じゃあ、行けばよくない？いや、選択肢の中からインドを選ぶっていうところまで、まだインドに憧れを抱いてないよ。じゃあ、じゃあ10万でインドか、20万でハワイ。ハワイ、そうか、その2択ならインドかもしれない。もうハワイはいい感あるわ、ちょっと。そうでしょ、分かってるもん、知ってるし。インド、ハワイ、イタリア、アメリカ。インド、ハワイ、イタリア、アメリカ。イタリアだな。マジ？なんで？え、お前逆にどこ行く？じゃあもう俺一回行ってるから思うけど、でも自分の気持ちとしてはインドが1位で。何一回行ってるから、俺イタリア行ったことないから、イタリアに行きたいって気持ちの方が強いけど、第3者のフラットな目からすると、インドに一番行きたいよ。インドに行ってない皆さんからすると、俺は、多分その1位がインド、俺は。いや、インドに行ってない皆さんからすると、俺は1位がインド。違う違う違う。インドに行ってない、行ってなかったら、俺は1位はインドを選ぶよ。あ、だからインド行ったんだよね。そうあれ、あ、うん、なんで。でもね、カレーはね、うまいんだよね。これがね、なんかなかなか信用されないからね。いや、まうざい。で、なんだろう、日本人の味覚からしてもうまいんだ。めっちゃうまい、感動する。うん、したそう、なんかこっちで食べるインド料理は、うん、日本人向けの味。待って、じゃあ二人は日本人じゃないって言っちゃう。違う。そうなんですよ。なんか、神髄のうまさ、うまさをね、知った。じゃあ本当、どの店入ってもうまい。カレーが全食カレーだったけど、どの店にもカレーしかないんでしょ。どの店全食カレーって言った。全食カレーだったけど、全食うまかった。いや、飽きるやん。しかもその全食カレー食べたらお前何泊何日、4泊6日かな。カレーしかないよね。カレー店いやなったのかな。あったあんまりない。見たことないんだけど、なんか副菜とかもカレー味みたいな、エビのカレー焼き。へー、全部がカレーなで、もう全部うまい。違う、適当に入ったの店だよ、しかも俺らが。すごい、インドが適当に入る。そう分かんないけど、インドって何、どれぐらい進んでる国なの。結構ね、進んでると思う。もうでもそれが町がじゃないの。めっちゃ広いでしょ、インドって。めっちゃ広い。でバカ広い中の町が、まあちょっと町ってぐらいでしょ。で、名古屋ぐらい。岡崎。岡崎じゃん。いや、でもそれは
にいいわそれは逆に行ってみたい日本で岡崎が一番調子乗ってるってあ、めっちゃいいじゃんそう、めっちゃいいよなるほどねケーキが減らないからデッパ呼ぶことにしますはいよお前どこ家集合どこにりょうくんちケーキがあるからじゃあ行くわはい今死んだな、あいつ簡単に来るなあいつ病じゃんあいつやべえな、ここに電波くらったらなうぜえな、あいつ絶対何よ あいつもこっち側だからマジ何あいつうざいんだよな、あいつ電波面白いじゃんメタさんも呼びますはいあ、どこで太ってる今どこで今普通に〇〇で太ってるああ、俺んちで太らんない今からなんでなんでどういうことどういうこといや普通にうちに餌があるからさいやもうお腹空いてないもんだってまあ時間に余裕があって元気そうだったらまた連絡して了解はいさせんねはいはーいありがとうもう太り終わってたね何何が何をアピールしだしていきなりうぜーこいつまたい何何何何これが何何なんでいきなりカメラに向けてこうやって別にしてねえからもうやってきたマジでミスった本当にこれはわかんない何何何これもらったのあ、もらったのあ、そういうこと俺が買いましたっていうことあうぜえこいつマジでへぇ断ることにだもんなマジで本当にえ、何誕生日チェック別に誕生日じゃないよあ、何でもないでいいプライベート違う違うクリスマスクリスマスあ、クリスマスプレゼントにへぇいいじゃん何何何逆に聞きたいいきなり映し出したのこれもだから拾ってあげただけであってあいいなぁ俺もこういうプレゼント考えたいないくらでもおるやんいくらでも違うじゃん愛する彼女にあげたいんだよ愛する彼女を作ればいいむずいこと言ってるむずくねそれはむずくないよね別にりょうくんならすぐ違うやんもう分かってるじゃんこの年になったら分かるやん何がそういうのじゃないって何がそういうのじゃないってどういうのじゃないのそういうのじゃないでしょもうどっちなのかねなんかさ彼女欲しいって言ってるけどさ全然作らないからもうさ本当は欲しくないんじゃないかって思っちゃう違う違うめっちゃ欲しいまあ確かに確かにそれは認めるその彼女を作る努力をマジで怠ってはいるいやでも何していいかも分からないしさ何すんのだってどうしたらできるんだって彼女に彼女を作る努力の以外の努力はしちゃうわもう努力するじゃないよね別に一応何現れるっていうのそういうだってでも現れるなんかない自然に現れないから俺は3年間彼女がいないじゃんで現れてることに気づいてないのかもしれないようん実はねどう思い当たり俺の周り俺の周りの人大体知ってるじゃんほらそう言われると分からんけどまあねそうかもしれないでしょ、うん、かといってじゃんかといって俺こんな男たちとばっか遊んでる状態でさ作ろうと思ったらすぐ作れるやんねそれはでも世の中の大半の人がそうだよそうじゃありませんマジでそうじゃありませんそうじゃありません大半いや大半の人そうだそうじゃありませんなんて言うんだろうみんな選んでるの一緒じゃんそりゃえや、うん、そりゃ誰でもいいならみんな彼女の彼氏できるでしょみんな選んでる誰でもいいってやるのちょっと違うねうんえある程度でいいも違うねだってある程度でいいで付き合わないでしょえ大好きだから付き合ってるでしょんなんちゅうのふってない大好きだから付き合ってるでしょ大好きだからそうそうだね今はねだからえ最初は大好きじゃなかったよそれじゃあその好きあ好きなのかもしれないっていう気持ち何それだから何もう一回何だろうもう一回聞かせてなんだよ最初は何別にお前ら知ってるじゃんかお前付き合った当日に知ってるからねこいつに関してはでもそれは知ってるよだからその時どれぐらい好きだったかを今聞いてるじゃんそういう話題でしょどれぐらい好きだった時に付き合えるかって話してるじゃんどれぐらい好き
そう、それはまあ人それぞれ違うじゃん。どれぐらい好きな時に付き合えるか。そう、お前はどれぐらい好きで付き合ったの？俺は、あ、これは好きって言うんだなっていう気づいたんだこれは好きって言うんだなって気づいたんだ。なんだよ、なんだよ、この登録者何人だから、おいおい、これなんだ、何人いるんだこの登録者一体。50万人だけだって。うっせぇ。ああ、そういうことね。好きってことに気づかせてくれたんだ。うん、でも初めからもう全力 100% 大好きなんてことはそんなないよ、多分。だって付き合ってみて合わなければうっていう人だっているわけだからさ。いや、それが軽いと思うんだよね。だからみんな別れるじゃん。これ嫌だもん。で、嫌だよ。嫌やん。嫌だよ。いや、嫌なのにさ、付き合えないでしょ。まあね、その向こうの気持ちもあるわけじゃん。相手の気持ちもさ、だからお互いめっちゃ好きでもあるじゃないと。まあでも、ほら、そんなことはでも分かんないじゃん。でも分かんないの、自分がその人のこと好きかどうかって。いやいや、それは分かるけど、向こうが本当にガチで好きなのかっていうのは分かんないじゃん。そりゃそうだけど、それはあとでいいよ。とりあえずこっちが好きなら向こうを傷つけることないでしょ。好きで相手が傷つくことないんだから。そうだね、それはそうだ。だからまず俺がめちゃめちゃ好きな人できないと彼女はできないじゃん。でもそれでずっとできないんだから、ちょっとさ、もうちょっと変えてみるか、もう妥協せず行くかだよ。だから妥協してないじゃん。妥協して付き合ってさ、別れるのもきついぞ。いや、別れるのもきつい、妥協とかじゃなく、そうだね、別れるなってない。一緒にいたら好きだもん、そりゃ。好きってなんだろうね。ニコイチほら、行き詰まる行き詰まる。俺はそれ困るわ。年越しインドで彼女と過ごせない。インドカレー食べに行けない。でもさ、好きな人だったらいいでしょ。それは好きな人と行くの。行くのはいい。好きな人、じゃあ好きな人とインドで年越ししてカレーを食うったらいい。じゃあ彼女だよ。彼女。いや、それはいいよ。あ、それいいんだ。いいでしょ。おもろいじゃん。おもろいでしょ。おもろいよ。おもろいこと好きだもん俺。そういう人を見つけてほしい。いや、それは俺も見つけたい。切実に見つけて、これカメラの前でこれアピールしたいんだよ。アピールはしねえだろお前。僕が買いました。僕が買いました。買いました。買いました。やりてえ。いいな。この方時の話聞いた。いや、知らない。クリスマスの1週間前ぐらいかな。いやいや、もっと前だな。11月ぐらいか。財布盗まれて、一緒に財布を見に行ってる時に、それを、あ、そう、財布を盗まれた。盗まれたじゃん、俺が。ああ、財布盗まれたって、家で寝てたら空き巣に入られたってやつね。そう、開いてもないのに巣に入られた。開いてない巣に入られた。でもその話だけでおもろいんですよ。いや、もう本当にバカじゃん。意味が分かんないの。朝起きたら財布なくなってたんだよ、家から。俺のせいじゃそありません。それ言わしてもらうけど。いや、まあ、二人は悪くないとはいえさ、違う、そんな間抜けな時期ありえます。間抜けの関して、間抜け、俺じゃないから間抜けなのね。誰が間抜けなの。だってお前も家にいたりして。違う。じゃあ俺はさ、毎回さ、鍵閉めるのよ、ちゃんとね。その日はたまたま彼女が後から入ってた。で、鍵閉めるでしょ、普通。まあまあ、閉めるね。それを閉めてなくて、いや、俺もさ、そんなことは思わんやん。ね、もう入ってこないって分かるんだから、二人しかいないんだからさ。仮に物音がしても、そうそうそう、気のせいかで終わっちゃうからね。終わっちゃう。で、二人で寝てるわけよ。で、朝起きるでしょ。朝起きて、で、なんか出かけ分用じゃったかな、で、準備してるやん。で、彼女が財布がないって言いますからね。うん、で、何やってんだお前、しっかりしろやって言って、おいおいおいって言っとったらさ、俺もね、財布だって。で、いや、そんなことってもさ、そこでさ、空き巣に入られるっていう選択肢にならんわけよ。だって人はだって、いたもん。だって、そのしかもさ、その前の日の夜に、その彼女が俺の財布踏んでたから、俺の財布踏むなよっていう話もしたんだって。で、だから、いや、あるでしょって話しただけで、もう絶対にないんだよ。ほいで、財布絶対にない。そう、全員が、二人の財布だけ絶対にないんだよ。いくら探しても絶対ない。うん、でも、あれ偉くないってなって、でも、さすがに、でも、いたよね、昨日家にいて。しかも、ね、あることは確認してるし、うん、いや、まさかねって話になって、だけどもう、可能性はもう、盗まれた以外ないわけよ。家にいるから。なぜかというと、昨日の財布があった確認しただから、家に俺らは離れてないからね。そしたらやっぱりないと。で、警察が来て、俺の家にそのなんかドラマでよく見るその一番のなんか盾あれがいっぱいあって、1234って、うん、で俺は指紋も取られ、それが去年の8月ですよ。
そしたら先々週警察署から電話かかってきたけど、うん、警察ですけどって言われて、え、マジ俺スピード違反、え、マジオーディス引っかかった俺いつって言って意味わかんない、違う違う、わかん、耳覚えがないからさ、怖いね、警察官に言ってたのは、いついつ、何何何マジか、やらかしたって言ったら、その去年の8月に財布を取られたと思うんですけど、出てきましたね、マジマジ10ヶ月ぶりにすごっ、え、っていうか結局本当に空き巣だったんでしょ、空き巣だったね、で、それが何出てきたの、家の前のドブから出てきたらしい、お前の家の前のドブドブから出てきた、は誰かがドブ掃除してその際見つけたってこと、そう、なんか梅雨に入るから特攻の流れもあるからちょっと掃除しようっていう、その地域の人が掃除したら俺の財布が出てきた、へえ、すげえ、中身はなくて、まあまあないだろうね、使ってんのその財布、いや使ってないよ、もう泥くせえもんマジがマジくせえ、あ、臭いんだ、臭すぎ、すごっ、意味わかんないもんね、で、彼女も取られたから翌日ぐらいに、うん、あ、じゃあ財布買いに行くかって言って、うん、財布買いに行って、財布買いに行ったところにそれが置いてあったので、彼女がほっそり見てて欲しいんだって思って買ったやん、え、今のろけられてる、じゃあなんで、なんだその顔はメントだ、だってさ、めっちゃお前面白いエピソードがあるみたいな、で、アクスなんかおもろいやんで、うん、そのカバンを買いに行ったら、たまたま境で豚さんと会ったよって話終わり終わり別に会うこともあるだろ、名古屋なら名古屋でたまたま会う、初めて止めるようなそこのパーキングで、あ、ほんくね、いや、あわんけど、あわんけど、空き巣の方がおもろいからやめてしまうからマジで、あー、もう空き巣の話で終わりだったな、あー、おもろー、もらいは出っ歯がついたって迎えに行くか、というわけで今日のブラボリオのワンサブルチャンネルでした、何、バイ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 。